虎の館と知って飛び込んでくるか。その度胸やよし、歓迎するぞ。お館様、今日までの鍛錬、あの雪村めに示させていただきたく。よかろう、やってみせよ雪村は。うらぁ、俺たち武田が心へ一足、早くも風のごとく、これすなわち戦敵必勝なのや。おお、ではどうだ、その速さに兵法はある。兵法？それはあまたの進化にさられるも合理、いかに王の宿業とはいえ登場はいたさん。終わったが、虎より学び。この雪が意志なき風にことは運べぬと知り候。反省だけなら猿にもできるってね。この際だ、しっかり学びなよ大将。やはりあなたこそ私がハベルにふさわしきお方。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。どうした、お主たちにも期するものがあるのであろう。封印のごとくかけるサスケ殿のようにてえ。静かに癒すこと、林のごとく。大将、俺様が時間稼ぐ間に気合い入れ直してよ。サルメは小わっぱのしつけ一つ満足に行えるか。いや、素直なくせにあんま話を聞かない人でさ。ところで大将、アナドンドもその辺にしといてくんない。敵大将を撃つまでお無理は禁物ですぞ。はい、俺様のお仕事本日はここまで。あとは任せたぜ大将。よし来た、サスケ、この雪村任された。息が切れる様子もなし、水を得たカンパ。拙者の命と引き換え、行ってご指導お願いしたい。激しもさぶり、見事なり。武田が心に剣族が席、ここに落とせ。あなた映し鏡となり、この雪村、今一度己の風林火山を見つめ直し候。大変だ、知りがたきこと影のごとし扉が開いてしまった。この時を待っていた、進軍せよ。逆らう者従う者、等しく焼き尽くしてくれよ。やはり格別です、こうして共に駆け巡るのは。雪村、私は虎じゃ、敵図を追わされた猛虎じゃ。俺は虎、俺は猛虎。こんなくす、神より先に死ぬるが武士。
安らかに眠れ。その程度で無人気取りか。まだまだよ。そのせい夢幻のごとくなりけり。我らも続きますゆえ、おすつ。もうよい雪室、わしのもとへ来い。風林火山の何たるか、お主に直接見せてくれるわ。行くぞ雪室。お、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 地に突き立てる。進化にすら見限られる。それがお主の器よ。終わりだ。そのような愚痴よからして願い下げよ。見たか雪村、これぞまことの風林火山。安全世界のいずれにも世を制しうるものはなし。